今日は第何回だろう、第多分何十回となるトレーニングに来ています。12月に入り結構トレーニングも混んできて始めました。プロゴルファーの方もオフシーズンになってちらほらちらほらトレーニングをする方が増えてるみたいです。冬の間にねしっかり体を作って春からねバシバシ飛ばしたいという気持ちもあるので、寒いうちに暖かいところで縮こまってないで頑張ってトレーニングしたいと思います。今日も頑張りますので、結構新しいメニューも出てくると思いますので、よかったら見てみてください。冬は脂肪がかかるので体がプニプニしてます。家に入った。あ、足 OK。 あ、一回で戻れない。あ、ちょっと待って。こっちがこうグッと入る。入る。そうそうそう。ここ。神経。そうです。あ、つつつつつ。あ、これ嫌いかも。神経。さ
おー、いいじゃない。あー、これ嫌いですね、横は。いい、また良くなって全然だって最初これあーとか出ただけでしたもん。おーあ、ちょっとパワーが伝わんない。あれなんで？ここにパワーを伝えない。え、なんでそんだけしかいかないの？うわー、なんで？あれ？あれ？じゃあ小さく。小さい。ここまで、ここまで、ここまで。そう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 。はい、はい、はい。しんどい、しんどい。こういう感じ。はい、はい、はい。しんどい。なにこれ。それでさっきのように一回で。まあこういうバリエーションでこう問題ですね、こういう伝え方。はい、新しいの出てきた。新しいの、まあでもこれは大丈夫、できそうですね。全然全然使わない。で、慣れてきたらこれをこう単独で、あー、なんか見たことある。違うのを動かすとか、こうやって動かすとか。今日台形なし。これ、あの、うちもやりますね。これ硬いですよね。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ドーンボーンってね、上から伝える。伝える、はい、頑張りましょう。お疲れ様でした。今日は新しく縄を使ったトレーニングをやったんですが、正直わけわかんないです。まだ新しいトレーニングは最初どこを使っていいのかとか、どこのトレーニングなのかがわかんないんですが、少しずつね慣れていくと、あ、今ここ使えてるんだなとか、そういう感覚が出てきます。今日はまだ初めてだったんで、できたことで向こうに伝えられただけでちょっと良かったかなと思います。はい、だいぶね、実は冬になってきて、なんていうんですか、ちょっと体がふわふわというかプニプニしてきまして、やっぱ寒いと脂肪をつけようとするんですかね。なんかちょっと引き締まりが夏に比べるとないなと思うので、ちょっと頑張ってトレーニング少しね増やしてやりたいなと思います。YouTube のチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。バイバーイ。